アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年9月28日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2024中四国アメリカンフットボール選手権2次トーナメントの一戦、広島大学ラクーンズ対島根大学ウォリアーズの一戦が間もなく行われようとしています。試合開始14時キックオフ予定となっております。先ほどの1試合目が大きく遅れておりましたため、両チームはウォームアップを終えまして、まもなく試合開始という状況に備えている格好になっております。両チームともサイドラインに備えまして、その試合開始の時を待っている状況になっています。簡単にチームのご紹介をさせていただきます。まず手前側に陣取っておりますが、本日 B ブロック1位通過して堂々の形で決勝トーナメント進出を果たしました広島大学ラクーンズです。1977年創部、そして常に中四国の名士たる素晴らしい戦いを披露しておりました。しかし近年は山口大学に躍進になりまして、2年その苦渋をなめている格好になっています。今季こそはという形で戦力充実整えまして、1位通過してこの決勝トーナメントに進んでまいりました。さあ果たして悲願の優勝になるでしょうか。そのような形で現在その試合に先控えております広島大学になっております。それに対する格好で相対しますのが参院の雄であります島根大学ウォリアーズです。1982年創部、そして2016年17年は連覇を果たしましたチームでもあります。参院にありまして、この中四国の中でも一つ個性ある形で戦っておりますこのチーム、今季こそ復活と源という形でこの決勝トーナメント進んでまいりました。さあ果たしてこの参院参陽対決となりましたこの一戦はどちらが制しまして決勝戦に進む形になるでしょうか。まもなく試合開始の時を控えております。審判団フィードに入りまして、これより試合開始の時を告げます。審判団両チーム首脳陣招き入れまして、これよりコイントスに入ります。令和6年9月28日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2024中四国学生アメリカンフットボール選手権2次トーナメントの一戦、広島大学ラクーンズ対島根大学ウォリアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始予定通り14時キックオフ予定となっています。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取っていますのが、本日はホームチームとしてカラーブラックのユニフォームをまとっております広島大学ラクーンズ、奥側に陣取りますのが島根大学ウォリアーズです。現在の中四国の状況を簡単にご紹介させていただきます。今年は全ての全校6校が並立した形のリーグ戦で行われました。そのリーグ戦の結果としまして勝利しました1位2位のチームが今回トーナメントで戦っております。これに勝利しましたチームが次の決勝トーナメントに決勝戦に進みまして、その勝者が甲子園ボールの出場権の切符を手にします。その初戦に勝しました山口大学が先に進出を決めました。この試合に広島大学、島根大学勝利しました。もし広島大学が勝利しましたらこのカードになり、島根大学が勝利しましたらこの広島山口島根山口大の一戦となります。その対戦相手を決める一戦となります。試合が間もなく行われる格好になります。
試合は1クォーター12分を正式で行われます。まず試合は広島大学のキックオフで始まる形となりました。さあ両チーム左右に散りまして、これより試合開始となります。キックオフを務めますのは広島大学73番の、川上です。高橋高校出身の4回生が務めます。さあ島根大学もリターナーを2枚配置いたしました。番号の確認難しいところですが、10番と11番を布陣させている模様です。10番は村田です。11番はちょっと後ほど確認させていただきます。さあ島根大学リターンに入った。これをなんとか振り切りまして、自陣30ヤードを確保し、この位置からの島根大攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新を継続するか、その過程で相手陣地に奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは島根大学自陣30ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要な距離10ヤード。まずパスから入りました。オフェンスが開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行し、一気に攻撃前進図りましたが、しかしこのパス通らずパス不成功。前パスが失敗しますと、ボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして島根大前進なくセカンドダウン点に状況変わります。攻撃権更新、必要距離変わらず10ヤードです。今度はランをフェイクにし、右奥に展開した36番にパスを投じまして、そこからキャッチアンドランを図らんと戦術を組みました島根大。しかしそれを広島大学ディフェンス見事に対応し、逆に2ヤード押し返すロスを奪う形に成功しました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。結果的に島根大学は 2ヤード下がりまして、サードダウン12の状況になります。さあ3回目の攻撃、これで12ヤード突破図れるでしょうか。島根大学の攻撃継続です。さあこのパスでどうか。さあパスは通った模様です。非常に厳しい状況、見事にワイドレシーバー3番キャッチしました。失礼しました、パス不成功の判定となりました。パス不成功の判定でフォースダウンに変わります。非常に際どいプレーでした。右スプリントアウトからクォーターバック、パスを投じまして3番キャッチしたかに見えましたが、わずかにそのボール地面についていた模様です。パス不成功の判定となりまして、フォースダウン4回目の攻撃に変わります。さあこの最後の攻撃権で島根大はフォーメーションを変え、パントフォーメーションを取りました。さあ非常に圧力あるプレッシャーを広島大にかけたことによりパンターが動揺しボールを攻撃しました。しかし取り返しなんとか蹴り込むことにはなりましたが、自陣脱走部には至らず、島根大学陣33ヤード付近での攻守交代となります。結果的に広島大学は相手陣33ヤードの絶好の位置からの攻撃を得ました。この位置から広島大の攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権でそのボールの位置によって攻守を奪い合う形の攻守、切り分かれた競技になっています。さあ今度は広島大学相手陣33ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。中央へのプレーを投入、
まずはランニングバックに立ちました。ハンドオフから密集点に突入させまして、ランプレーにより1番約6ヤードのゲインと変えています。まず最初確実に前進しましたのは、広島大学1番の吉村でした。恵那高校出身の4回生です。広島大学相手陣27ヤードからセカンドダウン4。再び中央をつけます。同じくキャリアは1番、しかしこれは島根大学もディフェンスフロント踏ん張りまして、このランによるゲインを2ヤード程度にとどめております。しかしオフェンスラインマン黒の津波が右に押し寄せるような素晴らしいブロックを披露しています。これになんとか島根大学食らいつきまして、このプレーは阻止しました。サードダウンに変わっております。広島大学サードダウン2、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離2ヤード。押し返した、ナイスディフェンス。ここでランプレーによる突破を図り、キャリア1番にボールを託しましたが、島根大ここはフロントを押し返しました。キャリア突入させるに足らず、逆に3ヤード押し返しフォースダウンに変えます。ここは島根大55番15番が素晴らしい対応をいたしました。15番は松村、55番は伊藤。さあフォースダウンですが、プレーします。フォースダウンギャンブル、この1回で5ヤード突破を図ります。パス不成功。ここで広島大は攻撃継続を図り、あえてここでギャンブルしました。しかしそのパスは失敗、結果的に4回目のプレー失敗となるので、テイクオーバー攻守変わりまして、広島島根大学に攻撃変わります。広島大ここで好調なラン、そしてパワフルな攻撃で一気に得点狙わんと攻撃継続を図る、ギャンブルを敢行しましたが、これは島根大阻止した。さあ島根大自陣29ヤードから攻撃を得ます。ここから島根大ファーストダウン10。さあランプレイター、まずランニングバックにトスをしまして、左オープンつかせます。10番そこからディフェンス見まして、縦に切れ上がり、約3ヤードのゲインに変えています。まず最初のランプレイをゲインに変えましたのは10番の村田でした。新田高校出身の3回生です。島根大学セカンドダウン7、ボールオンは自陣31ヤード。クォーターバック右回射、これは広島大学がディフェンス見せます。クォーターバックなんとか迂回しパスを投じようとしましたが、しかしこれをディフェンス猛追しまして、3ヤードロスに変えています。島根大サーダウン11の状況に変わっています。さあ攻守非常に逼迫した凄まじい攻防ですが、これを突破できるでしょうか。島根大サーダウン11の状況、中なんとかフットワークで相手を振り切り、パスを投じんと構えましたが、その姿勢作らせないうちに広島大学ディフェンス陣殺到しました。キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めまして、フォースダウンに変えます。島根大学フォースダウンロングの状況、パントフォーメーションに変えます。Let's see it.
東姉妹がリターンを避ける低い弾道で蹴り返しました。これが構想しまして、広島大学陣26ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。ここでウォーターブレイクに入ります。これにより広島大学、アメリカンフットボールは審判団の事前の協議によりまして、その日の当日の天候の状況を鑑み、クォーターの半分でタイムアウトを入れることがございます。本日はまだ残暑の名残ある状況で、熱中症対策としてクォーターの半分でレフリータイムアウトは取られる模様です。さあ、しかしその序章、目まぐるしい攻防になっています。双方ともにその力量をいかんなく発揮する、その出だしとなっているというふうに表現させていただきたいと思います。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開です。攻撃権変わりまして広島大の攻撃になります。広島大学ファーストダウン10、さあまず中央へトランプ。まずはやはり1番にボールを託しました。密集点突入を図りましたが、しかしこれは島根大押し返しております。1ヤードロスを奪ってセカンドダウンに変えています。広島大学自陣26ヤード付近よりセカンドダウン残り2ヤードです。広島大学セカンドダウン12。先ほどは好調なランを展開しておりましたが、今度は島根がディフェンス押し返しにかかっております。パス成功、ファースト。ここでパスプレー決まりました。クォーターバック7番右スプリントアウトから奥に走り込んだワイドレシーバー16番にパス。16番低い弾道、見事にこれを競り合いながらキャッチしまして攻撃権更新です。広島大学ファースト。パスを投じましたのはクォーターバック7番の丸山、新田西雲高校出身3回生。取りました16番は太田、立命館森山高校出身の4回生です。太田はその名門立命館森山のアメリカンフットボールの選手です。さあ中央行った。ここで再び中央のランプレーを展開します。この期待に応えましてキャリア0番、見事に終点突破し約7ヤードから8ヤードのゲインを獲得しております。キャリアは0番の大島が務めました。静岡聖光学園出身の1回生です。失礼しました、キャリアは1番でした、申し訳ございません。1番の吉村でした。江名高校出身の4回生です。さあ再び中央へのランプ、同じく1番の吉村に託しました。密集点突入しましてゲインはしていますが、しかしサードダウンに変わります。島根大学も1ヤードの攻防にこだわる素晴らしいディフェンスを見せています。広島大学サードダウンインチ。さあ中央行った、クォーターバックスイーク。さあ判定どうでしょう、審判団のコールを待ちます。攻撃権更新です。広島大ファースト。この距離をクォーターバック自らが中央に突入するクォーターバックスニークで攻撃権更新としました。広島大学攻撃権更新し1回目のファーストダウンになっています。さあハーフウェイ近くまで進みました広島大、自陣49ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。ここで広島大学が前半1回目のタイムアウトを行使します。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まず広島大、ここで一旦状況を立て直すために作戦タイムを取ります。
さあまずここで仕切り直すような形で、広島大学がタイムアウトを取り策を講じ直した格好になっています。どのようなプレーをここから行使していくでしょうか。ボールオンは事前49ヤードから広島大学ファーストアウト。ここは島根大学がナイスディフェンス。しかしイエローフラッグ、反則が発生した模様です。ここでランニングバックを31番に変えまして左オープンをつかせましたが、ここで反則が発生していた模様です。審判団がフィールドに黄色いウエストを落としますと反則発生を意味します。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、背後からの不正なブロックです。相手の選手を後ろからヒットしました。ボールを持っているチームは相手選手を背後からヒットしてはいけません。この反則により10ヤード抜体となります。従いまして広島大ファーストダウン20の状況で試合再開となります。さあ下がりましたが広島大の攻撃は継続をしています。攻撃のしかし更新条件は20ヤードと変わっています。広島大学自陣40ヤードからファーストダウン20。なんとこの距離ワンプレーで取り返しました。右に展開していた16番にヒッチパス、これを取って16番ブロックを生かしてそのまま右オープンを疾走、一気に相手ディフェンスをまくり上げてそのまま攻撃権更新果たしました。広島大学ファースト、素晴らしいキャッチアンドラン披露しましたが16番の太田でした。立命館森山高校出身の4回生。さあ広島大相手陣28ヤードからのファースト安定。今度は島根大ナイスです。今度は左サイドにいるレシーバー0番にパスを通らせそこからキャッチアンドランを図りました。しかしそこですかさず島根大学のディフェンス陣がタックルしましてこのプレーを阻止しております。ゲイン3ヤードにとどめましてセカンドダウンに変えます。広島大学セカンドダウン3、これをディフェンス見せた。今度は左サイドにオプションプレー展開し突破図りました。ラニワクにしかしピッチした瞬間島根大15番が見事にタックルしましてこのランを阻止しスターダウンに変えます。素晴らしい対応しましたのは島根大学15番の松村でした。倉吉東高校出身の4回生です。さあ広島大サーダウン12の状況になっています。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして広島大学0点島根大学0点双方無得点のまま攻守方向を変えましてこれより第二クォーターに移ります。